ご視聴いただきましてありがとうございます。11月20日投開票、天ヶ崎市長選挙及び天ヶ崎市議会議員補欠選挙、独断と偏見で候補者紹介でございます。こちら市長選挙ですね、大原隼人さんですね、この方は維新の人ですね、市長退職金ゼロ、報酬2割カットで、いわゆる身を切る改革を打ち出してますけども、私この人の公約で一番、興味深いのはですね、天ヶ崎から万博会場までロープウェイを通すとですね、この公約をぜひとも実行していただきたいと。私は個人的には好きなんで、こういう公約はですね、楽しみだなとは思ってるんですけれども、今回ですね、天ヶ崎の市長選挙を取ればですね、兵庫県内で初の維新の市長が誕生するということでですね、色めき立ってるんでですけれども、まあ西宮負けてしまったんでですね、今回ここはね、もう天ヶ崎はあの大阪市のほんつい本隣なんでね、市外局番同じ06なんで、まあ、一体伊丹なんていうのはね、あのこの前、衆議院選挙では、勝ちましたんで、維新が小選挙区で、ひょっとしてこれ維新が勝つんじゃないかなってね、言われておる選挙でございます。こちら、対抗するのはこの松本慎さん、無所属でですね、この稲村市長、現市長ですね、現市長の後継者なんですけれども、元文部科学省職員ということなんで、はっきり言ってしまうとね、いくらこの人、稲村さんはもともと緑の党の関係者の人なんですけど、だからといって別に天ヶ崎がなんかね、社会主義っぽいような町かってそうじゃないじゃないですか。で、今回この後継者選んだ人はこの元文部科学省職員というのは、もう実質的にはもう自民党なんですね、僕に言わせばね。自民党的な政治だし、実際自民党の人も応援してるわけじゃないですか。心置きなく応援してるわけですね。で、稲村さんの時は実際に、ね、稲村さんと、あと共産党の人で応援が対抗というか、選挙戦やるみたいな、そんなような状況でしたけども、今回心置きなく、自民党の人もですね、応援できるということでですね、まあ、実質的には議会構成的にね、もう自民党なんですよ。まあ、はっきり言ってしまえば、松本さんはね、無所属とは言うものの。一応、補欠選挙、さっき言ってみましたかね。補欠選挙、この磯田正史さん、自民党公認の方ですね。自民党公認で、公明党推薦なんていうことなんですけど、でも私に言わせれば、ね、衆議院選挙でね、ここね、自民党は立ててないと、公明党は立ててるんだけど、維新は立ててないわけですよ。ね。維新は立ててない、まあ、是々非だと。ね。いわゆるそこまでは知らんけど、どっかでまた大阪と同じですよね。ね。仮に維新の市長が当選したら、公明党と維新で、まあ、ここは議会構成的には維新と公明だけで過半数取ってないみたいですけども、まあ、結局組むんでしょと、維新と組むんでしょみたいな。でも、その票は欲しいからみたいな感じでね、自民党公認、公明党推薦みたいな形になってるんですよ。あ、大阪で見た構図やなと。公明党に物申せないんだなと。統一教会に物申せないんだと。一票が欲しいからやねみたいな、そんな感じですよね。そんな候補者ですね。はっきり言いましたね。あと、こちらは、尾上直子さんは、この方、前回の市議会議員選挙も確か立候補されていた方だと思います。チャレンジャー、天ヶ崎となってますね。で、こちら、維新の会、高谷博士さんですね。あと、柴田美濃さん、この方は共産党の方、値上げラッシュから生活を守ると書いてますけど、もともとこの補欠選挙をするに至ったきっかけは、確か共産党の現職の方が一身上の都合で辞職されたかなんかになったんですね。で、続いては、伊関あゆ子さんという方ですね。この方はなんかね、緑の党に近いのかなと、なんか荒尾真紀さんという緑の党の韓国の、地元の府議会議員、県議会議員か、失礼しました。県議会議員さんと結構近い仲なんで、緑の党のに近い人かな、無所属に出てますけどね。阪神タイガース元監督、吉田芳雄さんとか、スポーツコメンター、伊関誠さん、もうこの方も応援していますって書いてますから。で、それなりにやっぱり裕福な家庭に、ね、お育ちの方なんかなという気はしますね。で、維新がですね、今回立候補するということで、このような形で非維新がですね、結集というかまとまってですね、なんとか維新の市長を誕生させてならないみたいな感じでね、選挙戦をやってるんですけども、じゃあ仮にね、維新の市長がね、誕生したからって言ってね、尼崎市にね、大きな混乱ってね、招くのかって僕ね、そんな招かんと思うんですよね。というのも大阪でそれは実証してるわけですよ。大阪なんかも例えばね、八尾とか枚方、で、柏原、貝塚みたいなところで言うと、維新が市長選挙を取ってるんですよ。じゃあ取ってるからといって議会で揉めてるかっていうとね、そんな揉めてないんですね。維新が
市議会でも第一会派になってたりとかするんだけど、それでも揉めてないんですよ。揉めてるところっていうのは大阪府議会、大阪市議会、大阪、あと堺市議会、この3つなんですよ。なんで揉めてるかというと、権限と財源その時は潤沢だからですよ、ね、政令市だから権限と財源は潤沢なわけですね。で、イミュージックのですね、都構想の議論するときにですね、橋本徹さんがですね、東大阪市は都構想に組み込まないんですかみたいなことを議会で質問とかされたときに、ね、東大阪市は、まんじゅうのあんこがないからとか、ね、うまみがないからみたいなことをイミュージック言うたの覚えてますかね。確かそんなこと言ったと思うんです。その通りなんですよ。中核市っていうのは、中核市以下の地帯というのは、もう権限と財源なんてもう知れてるわけですよ。はっきりはしてもらうんですけど。ね、だからここで仮に維新が、勝ったとしても、維新というのは、ね、好き嫌いもちろんあると思いますが、嫌いだという気持ちは確かにあるかもしれないですけど、でもなんかこうお金を、ね、要するに利権の回し奪い合いみたいなところじゃないですかね。それで例えば維新カラーな尼崎になるかというと僕ねならないと思うんですね。好き嫌いは別としてですよ、ね。だからといってですね、こう自民党になったらこう街が良くなるのかって、ただ福祉が充実するのかって、そうじゃないですね。まあ、あえて自民党と言いますけどね、松本さん、まあ、実質的に自民党の人だと思いますから、自民党って言い方しましたけど、ね、結果的には、維新になろうが、この非維新松本さんになろうがですね、どっちにしてもなんか福祉の予算なんて 削られていくんちゃいますのって思うんですよね。そういう意味ではどっちもどっちだなと思ってしまうんですね。実際例えばここの県知事選挙の、今の現知事っていうのは、自民党の官邸、まあ、官邸の自民党ですね、官邸の自民党と維新が、一緒になって応援した人が当選してるわけでしょ。だからどっかで、ね、対立してるとはいえ、それはね、なんか縄張り争いみたいな感じにもなってるかもしれないですけども、なんかどっちもどっちだと思ってしまうんですね。例えばですね、この人は対話重視、実行力、誰一人取り残さないと書いてるんですけれども、ね、市長選挙ね、尼崎の市長選挙ね、確かに 30% ぐらいの、30% 満たないと思うんですね、投票ですね。ってことは、ほとんどの人はね、選挙に行ってないわけですよ、はっきり言えば。ね。で、取り残さない、誰一人取り残さない、まあ、最近どこのね、候補者も言いますよ、与党も野党も、まあ、好きなフレーズか知らないんですけど、よく言ってますけれども、ね、取り残してる人いっぱいいますやんと思うわけですよ。ね、奨学金で苦しんでる人とかですね、それコロナ禍で例えばバイトがなくなってしまったとかね、ネットカフェで暮らしてる人とかね、それこそ尼崎でつい最近でね、神奈新地なくなってしまいましたけど、神奈新地に勤めてた人ってどうしてるんだろうと。でそれ行政的な何か支援をしてるかもしれないけど、いや制度に当てはまらないからね、例えば家賃払えないともそうですけど、ね、保証金詰めないとかね、保証金がないとか、信用会社なんかね、一応お金供託とかしないとダメだったりとかしますから、でだから、ホームレスになったりする若者とか、ね、結構いたりするんですよ。私の知り合いというか、何人かいるんですね、若い人もね。で、そういう人とかね、知ってるとね、こう誰一人取り残さないなんて言うたらって、いやいや、取り残してる人いっぱいいますよと、私何人か知ってますよって言いたくなるんですよね。そう考えていくとね、誰が勝っても同じじゃないかなと、まあ、誰が勝っても同じっていうのはそれだけですね、姿勢が停滞しているという言い方もできますし、安定しているという言い方もできるかと思います。違いですよ、まあ、もちろんね、これで立候補されることはね、頑張ってほしいなと思いますけれども、でもなんかこう規制政党やなとね、緑の党も含めて、ああ規制政党みたいな、いつものメンバーで椅子取りゲームをしてるなーなんてね思ってしまうんですよね。もっとなんかこう、なんか議員とか議会とかの枠は外れたね。常識の枠は外れた、候補者というかですね、政治家が出てほしいなと思うんですけども、尼崎では今回の市長選挙もですね、それはどうやって誕生する見込みがないと。まあもっと言うと、維新だって今国政ではもう立憲民主党と組んでるわけじゃないですか。ね。維新も含めて、なんかみんな似たり寄ったりだと、政治なんて誰がやっても同じやなと思えてしまうというのがですね、今回のですね、市長選挙もし、市長選挙と市議会議員補欠選挙におけるですね、私の雑感でございます。以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。